はい、皆さんこんにちは。016のフュージンです。つい最近ですね、Ubiquity が発売している 10Gbポートが4つある FlexXG を購入しました。このスイッチを使って高速の 10Gbのホームネットワーク環境を構築したので紹介したいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。 Alright, let's get started。こちらが今日の目次。まずなぜ 10Gbのスイッチを購入したのかの話。2番目に簡単なネットワーク構造の紹介。3番目にネットワーク速度のビフォー&アフターを測定。最後になぜこのメーカーのスイッチを選んだのかっていう説明をします。ちなみに今日の動画はあくまで Ubiquity の 10Gbスイッチをどう使っているかの動画です。動画内では装着したネットワークの構造を簡単に紹介しますが、具体的にどんなデバイスを使って 10Gbのネットワーク環境を装着したかっていうのは、また別の動画で詳しく紹介しようと思っています。ではまずなぜ 10Gbスイッチを購入したかの話。富裕人は趣味の写真はこちらの NAS を使って保存しています。写真の他にも大量のファイルを NAS に保存していて、NAS の近くになくてもですね、世界中どこからでも必要なファイルを取りに行くでかなり重宝しています。この NAS には 10Gb対応の NIC を搭載していますので、セオリー的には1秒に 1GB 以上の快適な速度でアクセスできます。もちろんいろんな要素によって実際の速度はそれより低くなりますが、それでも十分速いスピードなので、対応量のファイルや多数の小さなファイルを短い時間で転送できて便利です。まず理由その1、複数の PC を NAS に同時につなげたい。この NAS は 10Gbに対応しているのですが、10Gbに対応しているスイッチを持っていないので、今日紹介するスイッチを購入する前は、一つのパソコンにしか NAS を 10Gbでつなげれない状態でした。こんな感じですね。PC と NAS をサンダーボルトアダプターで直接つなげた感じで、この PC にしか 10Gbでつながれません。ポテンシャルを活かせてないですね。複数のパソコンに同時につなげるにはスイッチの導入が必要でした。理由その2、パソコンと NAS につなぐホームネットワークとインターネットのケーブルを一つにまとめたい。NAS と PC を直接つなげていますので、これらをインターネットに接続するには PC と NAS 両方ともに別々のケーブルを差し込む必要がありました。無駄に重複してますよね。無駄なケーブルを減らしたいのでスイッチの導入が必要でした。でもこれだけなら他のスイッチでも十分できちゃうんですよね。じゃあなんでこのスイッチじゃないといけなかったかっていうと、理由その3、ネットワーク速度を下げることなく上2つをやりたい。10Gbのネットワーク速度を維持したいからなんですね。ネットワーキングに詳しい方はご存知だと思いますが、ネットワークの速度はデバイスとケーブルを含めた一番遅い区間の速度に合わされてしまいます。これはボトルネックと呼ばれています。なので 10Gbの環境の中心となるスイッチのポートが 10Gbに対応していないと、スイッチがボトルネックになってしまい、全体がスイッチの速度になってしまいます。なので 10Gbのスイッチは必須です。今回購入した Ubiquity のスイッチは 10Gbのポートが4ポート搭載されているので、スイッチをボトルネックになるのを防げます。理由その4、 10Gbで2台以上の PC を同時につなげたい。複数の PC を同時につなげたいときもスイッチが必要です。ネットワークで PC 同士をつなげるといろいろ便利で、例えばファイルを一つの PC から別の PC に移したいときに、いちいち外付けドライブを使わずに一つの PC 内で転送作業が行えます。また、10Gbスイッチを使うことで1秒 1GB 以上のスピードでファイルを通信できます。使うパソコンによっては PC が 10Gbに対応していない場合がありますので、サンダーボルトアダプターとかが必要になるかもしれません。以上この4つが今回この 10Gbのスイッチを買うことにした理由です。次に構築したネットワーク構造を簡単に説明します。上からインターネットが 1Gb 入ってきてスイッチにつなげています。このスイッチの一番左に 1Gb のポートがついていますので、ここに挿しています。残り4つのポートは 10Gbに対応しているポートなので、10Gbの速度を適用したデバイスの LAN をこちらに挿します。NAS 1台と最大3台までの PC をつなげれます。こんな感じですね。なお LAN ケーブルはすべて 10Gbに対応できるカテゴリー 5E 以上を使うことが必須になります。でないと LAN ケーブルがボトルネックになります。
ちなみにインターネットは NAS を含めた4台すべてのデバイスに 1GB でつながります。インターネットは 10GB にはならないですね。そもそも 1GB のインターネットサービスなので。ただ PC と NAS または PC と PC の間の通信はインターネットに関与していないので、インターネットのボトルネックがなく 10GB の速度が使用できます。NAS と PC のケーブル接続はこんな感じになりました。一つの LAN でインターネットも一緒に通信できるので、LAN ケーブルの重複がなくなってスッキリしました。まあこんな感じですね。これで先ほど紹介したこの4つの全てを達成できたわけです。まずは PC を NAS に直接接続した時の速度です。書き込みはちょっと遅めですが、読み込みは SATA の SSD 並みのスピードが出ています。参考のために PC の内蔵 SSD の速度もお見せします。まあ結構速いのでこちらがボトルネックになることはないですね。次に PC をスイッチ経由で NAS に接続した時の速度を測ります。読み込みが少し遅くなりましたが、書き込みが 1.5 倍速くなりましたね。何がきっかけになったのかはわかりませんが、富裕人はどちらかというと NAS への書き込みを頻繁に行うので、これは嬉しい結果です。次にスイッチで NAS につなげたままの状態で、実際にファイルをコピーして測定した同じスピードが出るか見てみましょう。まずはこちらのフォルダーですが、写真のデータが約 13GB 入ってます。ファイルは222個あるので、まあ、一つのファイルが約 60MB ぐらいですね。ではまずデスクトップから NAS へ書き込みします。まあ1秒に平均約 380MB ぐらいですね。測定した 417MB より少し低いですが、まあ速度は変動するので有意義な差ではないと思います。次は NAS から PC にコピーして読み込みます。最初の方は 350MB あたりで低かったのですが、まあ、徐々に速くなって、終わりの方は 550MB くらいでしたね。まあ、ファイルの数が多いので、おそらくスピードが上がりにくかったのかもしれません。念のため同じ測定を一つの大きいファイルでやってみましょう。こちらの動画ファイルは 8.2GB の大きさです。これだったら書き込み、読み込み、両方とも測定速度と同じくらいのスピードが出ると思います。まずは NAS への書き込み。はい、1秒 430MB ぐらいで安定していて測定通りですね。次に PC への読み込み。めちゃくちゃ安定した速度で1秒に 680MB くらいですね。スイッチ経由だと読み込みが遅くなってしまうのかと一瞬心配しましたが、まあそんなに変わってなかったみたいで良かったです。逆に書き込みの方は確実に速くなりましたね。原因はよくわかりませんが、より快適になって嬉しいです。で、最後になぜこの Ubiquiti のスイッチを選んだのかというと、単純にこれしか買えなかったからです。ここ数年、手頃な 10GB のスイッチも出回り始めて、一般家庭でも手の届くレベルになってきていますが、昨今の世界的半導体不足において、使える 10GB のスイッチが長い間在庫切れになっています。こちらが当初フュージンが買いたかった TP-Link の TLSX105 というスイッチです。このスイッチは 10GB 対応のポートが5つもあって優れものです。この商品のほかいろいろ 10GB のスイッチを検討したんですが、コンパクトでかつポート数が多いのはこれだけでした。なのでフュージンはこれを買いたいなと思っていたんですけれども、半導体不足の問題でこの製品の在庫切れが長く続いていて、この数ヶ月間日本では手に入らない状態が続いています。わざわざ東京の秋葉原とか大阪のデンデンタウンに行って片っ端からこのスイッチを探したんですが見つからず、仕方なく入荷を待つことにしましたが、来年まで待たないといけないかもしれないという感じで絶望的でした。で、ふとしたことから 10GB ポートが4つもあるこの Ubiquiti のスイッチを発見して、サイトを見たら在庫ありとあったので即購入に至ったわけです。だからもうこれを買うしかなかったわけですね。まあ、値段も 3万3000円ほどで結構お手軽です。この商品に関する注意点が一つだけあって、スイッチと一緒に USB-C アダプターがついてくるんですが、アダプターをコンセントに差し込む側のパワーコードがなぜかついてこないんですよね。別途購入する必要があります。Amazon でミッキー型3ピンコネクタと検索すれば1000円以内で買えます。
参考としてフュージンが購入したコネクタをコメント欄に貼っておきます。ちなみに TP-Link のスイッチを買っていたら、もし今後インターネットサービスを 2Gbとか 5Gbもしくは 10Gbにした時に、すべてのデバイスに自動的に 10Gbのインターネットが行くので便利になります。でもこの TP-Link の商品は熱対策に問題があるらしく、半年でぶっ壊れたって言っている人が Twitter で何人か見られました。なので逆にこの Ubiquiti で良かったのかもしれません。まあこの商品の熱対策が TP-Link より優れているのか、それとも劣っているのか、今の段階ではわからないですし、レビューしている人もあんまりいないので何とも言えないですね。ちゃんと熱対策されてそうな作りなんですけどね。どうなんでしょう。まあ突然壊れないことを祈ります。あと同じく TP-Link の製品に 10Gbポートが8ポート搭載している TLSX1008 というのもあるんですが、こちらファンの音がでかすぎるっていう声がいろんなユーザーから出ていました。フュージンは机の近くにスイッチを置きたかったので、これは選択外でした。あと大きすぎますしね。こういった大きいサイズのスイッチは他にもたくさんあるんですが、実用的ではないので論外でした。ちなみにバッファローとか QNAP などが 10Gbに対応しているスイッチは販売していますが、10Gbポートが2ポートしかなくて、これじゃ自分のニーズに合わないので、これも論外でした。これら今回購入しませんでしたが、もしかしたら皆さんのニーズに合うスイッチがどれかあるかもしれないので、一応紹介しておきました。はい、今日は Ubiquiti の 10Gbスイッチを使って、10Gbネットワークを装着した話をしました。最後までご視聴ありがとうございました。このスイッチを購入してようやく理想のホームネットワークが装着できたので大変満足しています。なので 10Gbのネットワークスイッチを探しているが在庫切れで困っているっていう方はこの製品はかなり魅力的なんじゃないかなと思います。何かわからないことがあればコメント欄に書いていただければ冬人が知っている範囲内でお答えします。このチャンネルでは冬写真の撮り方や機材紹介、一般的な写真の動画を上げています。もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。SNS もやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you in the next video!